今朝も生きのいい魚介類が数多く並んだ新潟市中央卸売市場、中でもひときわ存在感を放っていたのが天然のブリです。産卵のために南下してくるんで、ここの2ヶ月ぐらいを、過ぎると、あの水揚げの方全くなくなってしまうんで、あのこの時期だけ食べられるという美味しいブリになっています。3月から4月の桜の開花時期に水揚げが多くなることから桜ブリなどと呼ばれています。冬場北海道沖で過ごす桜ブリは、春になると産卵のため暖かい場所を求めて南下。現在三重県や和歌山県沖で水揚げのピークを迎えています。天然ブリと言われると非常に高いイメージを持っておられると思うんですけども、この時期のブリはその養殖業と比べても値段の方も安く抑えられてますので、あの非常におすすめになっております。桜ブリは水揚げが豊富なため、養殖のブリより安くなる時もあるといいます。気になる味の特徴は、寒ブリはその冬場の時期に限定というか、あのブランドをされてますけども、刺身は非常に上質な脂があって、この時期の桜ぶりは味の方も、まあ、私なんかは遜色ないと思ってるんで、非常に脂があって美味しいですね。寒ぶりにも引けを取らない上質な脂とすっきりとした味わいが特徴です。この時期を逃すと逆に食べれないんで、ぜひ皆さん、今日からすぐに買いに行ってほしいと思います。